植村冒険館は東京都板橋区にある文化施設。管理運営は公益財団法人植村記念財団。開館時は板橋区連婚にあったが2021年12月に板橋区加賀の複合施設板橋区立植村記念課がスポーツセンター内に移転した。冒険家の植村直樹は1984年に マッキンリーで消息を絶つまで、板橋区に約15年間住んでいた。板橋区は、上村の冒険精神を長く、後世に伝えるため、1992年に、上村記念財団を設立し、板橋区連魂に、上村冒険館を開館させた。連魂の施設は手狭で常設の展示室がなかった、ことから、2021年8月29日限りで、 閉館した。2021年12月18日、板橋区立、上村記念課がスポーツセンターに移転リニューアルオープンした。リニューアルの資金の一部はふるさと納税型のクラウドファンディングによって賄われた。なお、複合施設、板橋区立、上村記念課がスポーツセンターの内体区間部分は2021年9月に先行オープンした。 植村直樹の生誕80周年である2021年に冒険館と体育館の融合させた新しい施設として、板橋区、ば植村記念館がスポーツセンター内に移転した。施設は体育館3階に常設展示室、体育館1階にミニギャラリーがある。休館にはなかった常設展示室を整備し、展示室の面積は移転前の約3倍になった。 このほか上村が傾向していた地図やメモ、登山道具、自宅で保管していた土産品などが展示されている。旧施設外観、ありがとうございます。